どうもダロマニム DD です。今回はシールドのキルレが100になったので動画にしてみました。キルレが100になった証拠は動画の最後にありますので、それだけ見たいって方は最後の方まで飛ばしちゃってください。そして今回から始まる新シリーズ。そのタイトルは、名付けて、キルレアゲドーです。まあ、このシリーズで何をしていくかというと、シールドのキルレを上げていきます。ただそれだけです。ただし、キルレをリセットするのは禁止です。そのルールでどこまでキルレを上げることができるのか挑戦していきたいと思います。ちなみにどこのサーバーでプレイしても構わないです。だから、いろいろなサーバーを旅してキルレを上げていきたいと思います。あとまだ一回も死んでいないわけではないので、1キルしたらキルレが1上がるって感じではないです。もう10回近くは死んでいると思います。特にシールドを使うときは慎重にプレイしてますね。武器は今のところ、ホークと R4K1 エイム、保存を購入しています。まあ、いつも今みたいな感じで慎重にプレイしています。それでは第2回戦です。ちなみに今まで何度かやられてきたのですが、大体死ぬ時はインディアゴーストによる奇襲で死んでます。なので、インディアゴーストがいる時は毎回ビビって持ってることが多いですね。ちなみに今回は EU でプレイしています。お金稼ぎの時によくお世話になっています。あと言い忘れていたのですが、中国サバはノーキルサバなので行くことは少ないですね。キルしちゃうとキラー認定されるので。他にもノーキルサーバーがあれば教えてください。もし行った時に参考になると思いますので。今回の試合はインディが味方についているのでラッキーですね。敵だったらいつやられるかわからないのでかなり恐怖ですね。あとおすすめの武器があったら教えてください。キャラクター問わず強い組み合わせを教えてほしいですね。他にもやってほしいこととかあればぜひコメント欄でお伝えください。やれる範囲でやりますので。あと、この企画の次回投稿は未定です。そもそもこれ以上、キルレが上がるのかもわからないので、もしかしたら、今回が最終回かもしれません。もし上げることができたら、再び動画にしていきたいと思います。あとどうでもいいことなんですが、なぜシールドをキルレ上げ道に選んだかというと、バリアと体力が共に高く、スキルが防御系のスキルだからです。体力が低ければ、砂や、防弾などですぐやられてしまうので、もしキルレをとても高くしたいのなら、高体力は必須ですね。またアイアンもいいなと思ったのですが、やろうと思っていたら弱体化が入ってしまったのでやめました。前の状態ならば全然アイアンでもいけると思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この後はキルレ上げの風景を垂れ流すだけなので、全然飛ばしてもらって結構です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!
Bye.